take a leap of faith. We got a love that's worth the wait. Darling, you've been on my mind. Gonna love you till the end of time.素敵、カラフル、私の好きな、あ、そしてスーさんはいっぱい私たちの好きな、勝手に一緒にしたけど私たちの好きなお皿もあるわよ。なんか可愛いものがいっぱいある。何これ？あ、かぼちゃ。あ、あら、かぼちゃの中には何かが入れられる。何？あ、チーズ入れかな。チーズ？かぼちゃの中にチーズ入れるの？かぼちゃチーズなんだそれ。かわいい。なんか、かわ、アスパラが好きじゃないけどアスパラガスの入れ物とかも。本当だ、アスパラガス入れ物もある。アスパラガスが好きな人にプレゼントしたいわね。それだっけ？いや、わかんない。みんな大概好きじゃん。かわいい。なんかお皿もすごい素敵、みんな。このお皿も素敵よ、つーさん。本当だ。お花の柄で。これは、あ、ルーアン。あ、サルグミヌだよ。ディッシュウォッシャープルーフだから多分そんなに古くはないけど。でもかわいい。かわいいね。うん、ちょっとジアン風と思っちゃった私。いくら万円？ね、あ、13ユーロよ。安い。素敵じゃない、うん、素敵。これもね、ロット・ド・ドゥ・プティってことは2枚で13ユーロ。2枚で13ユーロか、安いね。へえ、かわいい。これはいかん。あかんで、あかんで。
ジュンさん、ここに素敵なグラスを発見したわよ。あ、やばい。これも発見した。これ見て。本当だ。綺麗。綺麗だね。すごい。吹きガラスで。吹きガラスなんだ。で、ここ、でもすごい軽いの。素敵、ジュンさんそれ欲しいな。あ、でもこれね、ロッド・ドゥ・ベールだよ、またこれも。あ、13ユーロだって。全部13ユーロだね。安くない？2本、2本っていうか、2脚で13。うん、安い。ここはさ、青いガラスだから赤いワインを入れたら緑色になるのかしら。赤と、あ、違くない？赤と黄色でしょ？あれ？え？赤と黄色で、赤と青だか紫だ。そうでしょ？じゃあいいのか、ワインだから。ワインだからしょ。濃いワインになるね。うん、見て、すごい巨大キャベツ。あ、キャベツね。この中に開けたらまたキャベツ入ってる。どんだけキャベツ好きなの？あのロールキャベツをグイグイと。ああ、ロールキャベツ入れるのいいかもね。でもこれ結構巨大だよね。巨大だね。これはすっごい大家族ってなると厳しいかもしれない。すごいね、いろんなもん。うん。あ、見て、ツーさん素敵な、ここに布がほら。あ、かわいい。ね、ほら見て。かわいい。かわいいよ、ほら。素敵、かわいい。カラフルで。うん。いいね、うん、なんかこの前買った志村のとはまた違う可愛さがあるね。わかるわかる。なんか夏とか春とかに良さそう。あ、確かにね、うん、あ、でもね、他にもこういう柄もあるよ。なんかほら、よいしょ。あ、これ素敵じゃない？ほら、ほんとだ、可愛い。ちょっと懐かしい感じで。つーさん結構やっぱ好きかもしれないな。結構ガーリー、うん、ガーリーってやっぱガーリーおじさんとしてね。ガーリーおじさんとしては嫌いじゃないよ、うん、でしょ、うん、でもそんなに、多分セットだもん。セットでターブルいくらなんだろう、書いてないからわかんない、後で聞こう。ここにもね、こっちの棚も素敵だよ。あ、つーさん、ここにもこんなピンクのグラス発見。あ、本当だ、うん、オーソドックス。でもかわいい。なんかピンク素敵、うん、これはこれで、うん。これなんてロットドゥで10ユーロだよ。ワンピエ。13だけじゃなかった。10もあった。10もあった。あ、素敵じゃない、うん、ロマンチックおじさんとして。そうね、ロマンチックおじさんとしてはね。何でも買っちゃうロマンチックおじさん。すごいね。怖い。道を踏み外しそうだね。こういうのも素敵。こういう。あのティーカップ。あ、ティーカップなの？そうだよ。あ、本当だ、取っ手が見えなかった。それ素敵じゃない。かわいい。ダメなの？じゃあもういいよ、かわいいって言うの。あ、やめて、いいんだよ。自分を出していこう。ミントティーとか。そうね、うん、これはなんと6ユーロしかしない、うん、ちょっとモロッコっぽい感じが若干あるよね、いろんなところに。モロッコ行きたいな。なんでそこなの今？そういう話なの今。モロッコ大好きだから。いろいろすごくかわいいな。あ、ね、ツーさん、こういうのもかわいいんだけど、見て、なにこれ。お酢とか入れられるのかな。あ、ユイルとビネーグル。おう、ほら、あ、イチゴなの、いい、見て、いい、ほら、いいわね、なんかね、それね、うん、それもいいよ、なかなか。でしょ、うん、なかなかいいよ。なんかこういうギリギリのセンスしてる。そして、そう、うん、なんかガーリーだけど、ギリいけるみたいな。8ユーロしかしない。ほら、かわいい。わかんねえ、まみちゃんね、今日ね、うん、欲しいものがありすぎます、うん、このキャベツのちっちゃいバージョンもいる。これは紫キャベツ。各種取り揃えております、うん、でもさ、色ごとになって楽しいね。ここピンクゾーン、うん、ここオレンジゾーン、ここグリーンゾーン、うん、つーさんグリーンゾーンだよ。あ、そう、うん、グリーンマンだから。まあでもまず緑、じゃグリオレンジゾーン見よう。はい、オレンジゾーンも素敵だよ、うん、この入れ物も素敵。ほら、どれでしょう、つきそうじゃない、つよさん、うん、かわいいよね。てか何でも大体安いな。安いね、すごい値付けが、うん、かわいい、まあ、すごいアンティークとかって感じではないけど、普通に使いやすそうな、うん、なんかちょっと、ま、すっごい古いもんではないけど、うん、ちょっと古いみたいなやつね、うん、そう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 。このお皿も素敵っぽい。こういうのとかも可愛い。かなりキッチンに見えるけど、なんかちょっとだけ取り入れるとかわいいかな。これもやっぱモロッコだ。
やっぱでしょ、うん、俺やっぱモロッコ好きだからモロッコ感じてる、ね、俺のモロッコはピール。じゃあツーさんの好きなグリーンゾーン。グリーンゾーンね、グリーンだ。あ、何これ、ツーさんかわいいよ。何これ、なんだろうこれ、何これ、これは一体何、つまみじゃない、違うよ、これはねシャテンヌ、シャテンヌの入れ物。ほら中から栗が出てきているの、わかる？あ、なるほどね。めっちゃかわいいこれ。うん。あ、もみちゃん気に入っちゃったんですよね。やばい。こことここに塩コショウとか入れて、ここになんかムターとか入れられるわけよ。あ、なるほどね。これはね、24ユーロ。24ユーロか。まあでも、うん、めっちゃかわいいんだけど。うん、かわいい。うん、もみちゃん買いそうだね。やばいね。わー。あるね、まみちゃんね、いろいろ買ってるんすよ。かわいい。お皿がいろいろある。お皿？間違えた。口がパンなかった。パンなかった。すごい、それもお皿がね、うん、ちゃんとこれは紫で揃ってる。うん、ピンクで揃ってる。とか素敵にも揃えられている、うん。色で揃えるんだね。うん。素敵。あ、見て。これ、サルグミヌの。おー。素敵ね、うん、あ、この辺のお皿も素敵、ほら本当だ、これはねミュールのお皿だね。うーん、おいくらぐらいなんですか。これ9ユーロ。へー、かわいいね、安いね。うん、これミュールでしょ、これもミュール。あ、こっちはまたちょっと違うやつが、うん、これはなんかの花ですね、リッシュル。あ、これサンタマンですね。あ、サンタマン、マンゴーの好きな。うん、あ、これだけいきなり高い。あ、でも 6枚セットだからだ。6枚セットでいくら？6枚セットで65。あ、まあでも1枚10ユーロぐらいってことだもんね。うん、そうだ。へえー、で、こんなんもある。へえー、いろいろお皿もあっていいね。うん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 、だってあんまブロカントで買うのと変わんないじゃんね。すごいな。まあ、パリのブロカントだったらね。うん、あ、花瓶もいっぱいある。こうやって並べたらと素敵ね、うん、いろんな形の花瓶があるわね。うん、面白い、うん、これとかなんかカラフルでかわいいね。うん、確かに。クッションもかわいい、この気持ちがいい、トラみたい。トラちゃん、トラちゃん、こんなとこにいたの。うん、トラちゃん遠征中。あ、これ超70年代っぽいと思ったら、やっぱ70年代って書いてある。結構さ、布物かわいいよね。そうなの、なんか、うん、なんていうか、おいくらこれ。これ65ユーロだよ。全然なんかリーズナブルな感じで、うん、うちにベッドのところカバーのところに何か買ってったらいいんじゃないの。うん、そうかもしれない。あ、なんかこれも素敵、ほらじゃない、うん、バーズ、うん、バーズね、バーズ探してるからね。これ素敵じゃない、うんうん、結構買う気満々。うへへへへ。あ、ツーさん好きそうなタイル発見。ほら、結構鳥。あ、本当だ、めっちゃ可愛い。うん、可愛いね、それ。それめっちゃ可愛い。あ、それさ、ベランダに置くのに良くない？でも81ユーロもするよ、ツーさん。え、この下のこのプラトーとデッシューだから。あ、プラトーなのそれ、机じゃないのそれ。プラトーへデッシュードプラ、これがデッシュードプラで、これがプラトー。その下の足ついてるのはどういうこと。足は関係ないのか、うん、あ、足は関係ないのか、うん、なるほどね、それ可愛い。でもめっちゃ、うん、素敵、タイルで。あかん、それちょっと心惹かれるな。ね、可愛い、これ、うん、それなんか鳥とか好きなんだよね。わかる。このピンクのグラスも可愛いのよね。本当だ、可愛い。素敵じゃない？うん。これロザリンって多分なんか有名なやつだ、多分。へえ。どっかで見たことがある。可愛い、それすごい。マミコっぽい、すごい、そして。そう？うん。どこがエレガントだから？エレガントで、繊細で。まあいいや、このシーンはカットね。2個あるよ。本当だね。うん、いいんじゃないこれ。うん、いい気がするね、うん、いいと思う。いくら。本当に9ユーロって書いてある。安い、安い、2つだ
一個。あ、一個ね。うん。これそうだ。うん。これではいいかもしれないね。うん。また新たなワイングラススタイルで。そうですな。うん。Ah oui. C'est très joli. Ouais. Mignon. Et on a deux choses là. Encore, encore. Ça. Il est trop. Ouais. Intéressé par ça. Et ça. Et ça. Ouais. Merci. Allez, ciao, bakugai. Merci beaucoup, oui, c'est gros. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, au revoir. Aïe, c'est quoi, Ini? Merci, au revoir. ありがとう。あ、ごめん、崩しちゃった。
美味しそう。よいしょ。さあ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 。はい、じゃあいただきましょう。はい、いただきまーす。とりっとり、とっとり。ワインを注ぎましょうか。はい、お願いします。はい、よいしょ。プロとして。プロなの、うん、そんなプロいた。今だかつていい音させるでしょ。うん、まあ音はね。おツーさんも飲まれます。ちょっとだけ。じゃあいただきます。はい、ツーさんがワインを飲む日がちょっとだけ、ね、ツーさんが飲んだみたいな、そういう感じでね。ちょっとだけよ。はい、よ。あ、そんぐらい。はい、そんぐらいで大丈夫。ツーさんは用心深い。さあ、じゃ あ, じゃあ乾杯。乾杯さんてー。チーン。目を見てやるんだよ、マミちゃん。チーン。あ、もう一回。チーン。うん、おいしい、うん、すごい飲みやすい。あの人はね、赤なのにこう飲みやすいっていうのが素晴らしいよね。うん、すごい飲みやすい。しっかりしてるけど、ね、しっかり飲みやすい。そうなの。味の深みはちゃんとあるんだけど、無駄な強さがないっていうか、変な強さがないからシューって飲めるね。じゃあ、はい、チキンを食べてもいいでしょうか。どうぞ。でも普通はね、お野菜から食べた方がいいんだけどね。お野菜も食べるよ。いただきます。どうぞ。トングがあると便利だね。どうぞ。おいしい。よかったね。最高だよ。じゃあ野菜を有無を言わさずにあげますね。はい、もう本当に美味しい。よかった。なんか何度も作ったかい。本当に。なんかこう中がジューシーで外がパリッと仕上がるっていうのはこれ秀逸だよね。うん、思いのほかパリッとしたね。うん、こう両面に塗らないとパリッとしないのかなと思ったけど、うん、意外と油がいっぱい出るからパリッとするのよ。そう、ね、それは思った。うん、あと俺の大好きなケンタッキーにちょっと似てるんだよね。いや、わかんないんだけど、特にね、うん、試作段階の時にすごい似てるなって思ったんだね、一回。あ、そう。うん、衣の厚み感じゃない。うん、ケンタッキーって結構衣厚みあんじゃん。まあ俺ケンタッキーで働いてたけどね、1年半。すごいね。だからそう、そんじょそこらのケンタッキー好きじゃないから。あ、そう、うん、ケンタッキーが好きで働こうと思ったの。まあそういうわけじゃないんだけど。なんだよ。ケンタッキーが好きすぎて、どうしても僕はどうしてもこのケンタッキーで働かせてくださいみたいな、そういうことの。そういうことではないんだけど、うん、でもケンタッキーで、まあ、いかが。ありがとうございます。働いてましたから。なんでケンタッキーで働くことにしたの。なんでだろうね。ここの同級生ではそんなに仲良くなかったんだけど、その時なぜか一緒に働かねえ、ケンタッキーでって言われて。なんだそれ突然で。あ、じゃあいいよっつって。全然わかんない。なんなのそれ。あ、何それ。これね、コーヒーも美味しいんだけど、この旨味の出た脂も大好きなんだな。パンにはこれよ。美味しそう。美味しくない。うん、美味しい。なんかこのコンフィを作るようになって、うん、私そもそもあんまりさ、うん、レバーも好きじゃない。でもレバーが好きじゃないわけじゃないんだけど、レバーは、うん、例えばなんかレバニラ炒めとかに興味がなかったわけ。うん、だけどこのコンフィを使ったらなんかもうフォアグラみたいじゃん。うんうんうん、レバーも、うん、いや、すごいレバーを食べるようになって体にいいなと思ってんのね。うん、レバーって体にいいの。めっちゃいいよ。あ、そう。鉄分が多いから貧血とかに。うーん、女の人は鉄分がさ、うん、なくてほらよく貧血になりがちじゃない、うんうんうん、だからレバニラ炒めを食べなさいみたいな。へえ、結構昔からの定番なのよ。そんな昔からの教えなの、それは。まあ私は貧血とかなったことないけど。なさそう。なんかなさそう。はーとかなったことないよね。あと今回のこのドレッシングにもこの油と旨味を入れているわけ。うんうんうん、すごい美味しい。ドレッシング美味しくない。うん、いい活用方法だよね。うん、まぬこ高校生の時バイトとかした。高校は、うん、デニーズとジョナサン。デニーズだったの。デニーズとジョナサン。ファミリーレストラン。うん、そう。ようこそファミリーレストランへ。ようこそいらっしゃいませデニーズへ、ようこそってやってた。そんなんだけデニーズ。そうだ、いらっしゃいませデニーズへ、ようこそだよ。あ、そう。うん、そう。だからジョナサンに移った最初の頃は間違えてジョナサンに、うん、なのにデニーズへようこそって言いそうになっちゃったこととかがあった。わかる。
あれさ、俺もさ、うん、その後さ、うん、ハングリータイガーっていうさ、うん、ハンバーグ屋さんっていうかステーキ屋さん、うん、横浜の、うん、で働いてたんだけど、うん、厨房で働いてたんだけど、うん、厨房もさ、お客さん来るとさ、いらっしゃいませーってわけ、うん、みんな、うん、それが決まりになってるから、うん、お客で行った時にさ、うん、いらっしゃいませって、いらっしゃいませって席に行っちゃってなかなかじゃない。はい、あ、いただきます。よいしょ。それはすごいね。うん、他は大学生になったらずっともう家庭教師しかやってない。うん、時給いいから。家庭教師時給良さそうだよね。いくらぐらい、うん、当時で4000とか。あ、時給4000ももらえるの、うん、すごいね。待って、先生だもん。そう、私英語教えてたからさ。あ、え、生徒たちは今みんな羽ばたって羽ばたいていった多分。まみこ塾から。でもすごい見てるかもよ、この番組。もしかしてすごい一時、うん、一人のお家の子をずっと見てて、うん、そのお家の人が先生がすごいいいってみんなに言ったから、うん、いろんなお家からうちも教えてください、うちも教えてくださいってなったから、うん、一時何人、5人ぐらい教えてたのね。へえ。ガッポガッポとか教えてたね。そんなに教えるの上手かったの。うん、結構忍耐強いね、教えるのが。あ、そう。こう向こうが分かんない、だんだんイライラしてくる、こっちもだけど、うん、イライラしたいかんって言って、なんか違う話とかをしたりとかして、でここ忍耐強く、こうはこうでしょって文法を教えるわけよ。そう、まみこ先生人気だったんだ。うん、だから高校1年生から高校3年生まで教えた子とかもいたよ。え、3年か。うん、ずっと。もうそれなんかちょっとした思い出じゃん。うん、もうだから私がなんか大学院行く時とか、ご選別とかまで先生に、先生お母様からいただいちゃったりして。すごいね。うん、すごいね、まみこ人気の先生だったんだ。うん、もう先生先生みたいな嘘やっぱ女子生徒教えるの。男子教えたことない。あ、男子はやっぱ違うんだ。それは何、もうあれの決まってる、そういう決まりなの。それは分かんないけど、単になかったね。女の子の方がやっぱほら教えやすいし、うん、まあ、女の子のだって男の子分かんない、教えたことはないか分かんないけど、うん、男の子を教えるの結構難しそうだと思うんだよな。なんで。なんか反抗とかされたらなんかやだーとか言われたらどうしたらいいか分かんなくない。女の子だとなんか一応ちゃんとやらなきゃっていうマインドがこうあるからさ。男はないのか分かんない。なんか別に そこで差別をしてるわけない。とにかく教えたことないか分かんない。うん、うん、あと、うん、派遣、もうとにかく、うん、とにかく時給のいいやつばしかない。うん、でも後から、うん、こうみんなの話聞くと、うん、いろんなイベントのさ、うん、なんかバイトとかさ、うんうん、あと本屋さんのバイトとかさ、うんうん、なんかこうみんなで仲良くなったりとかして楽しそうだなと思って、ほら仲良くなるもんないじゃん。でも教えている子供か、そう、派遣。子供って言ってもそんな変わんないじゃん。中学生だよ、だって、うん、子供っていきなり中学生と遊びに行くわけにいかないでしょ。ああ、で、うん、派遣はもうその場限りでしょ。ああ、だから別にバイト先でなんかほらバイトリーダーとさ、みんなで私がバイトリーダーになるみたいな、いや私だみたいな、ライバルとか今ちょっとバイトリーダーの漫画読んでるからさ、うん、あ、そうなんだそんなにバイトリーダーなの大変なんだなと思ってはい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。